北海道は広い範囲で雨となります。現在もザーザー降りのところがあるようですね。そうですね、はい、北海道の雨は続いています、はい、では現在の、状況を確認してみましょう、はいはい、こちら晴れているところが多い中、北海道は今日天気崩れています。雨雲レーダーも重ねてみましょう、はい、するとちょうど今北海道、低気圧が、通過中と言えそうです。こちら低気圧の雲なんですね。そして雨雲ちょっと取ってみますと、この通り色の濃い青色の、報告が目立っています。まあ、この辺りですね、はい、この辺りここも色の濃い青色の報告が目立っています、うん、まあ、これは、ザーザー降りの雨、音を立てて降るような雨ということになりますので、まあ、かなり雨足が強まっていることが分かります。それとですね、まあ、実際に皆さんからの報告以外に風の状況を見ますと、はい、北海道方面、この時間だんだんと風が強まってきています、うん、この通り平均でも15メートル前後の風が、吹いているところもありますので、まあ、場所によってはもう横殴りの雨というところも多いようです。そしてこの雨なんですが、まあ、今後はですね、この予想で見ていきますと、お昼ぐらいになるとだんだんと雨雲は、低気圧とともに東へと抜けていき、夕方になるとほとんど止んでいそうですね、まあ、今日日中の時間帯は北海道今の雨風は続きそうです。はい、わかりました、まあ、外出の際に傘を持って出かけた方、だんだん止んでいくとなると置き忘れには注意が必要になりそうですね。そうですね、はい、はい、この後も最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。